おはようございます。三谷、三、え、谷、ー、高松さんのね、えー、幸福論ですね。だだだ。えー、岩波文庫ですね。日本のヒルティーと言われましてですね、えー、幸福の本質は学と徳との精進にあるとね、言われました。それで、生活の実質的内容が人生の意義、目的を全うし、 真理にかなうものであるということですね。そうすれば一生誤腐にすると、えー、言われていました。それからですね、生活を離れて業績はない。業績の意義は生活の意義。えー、そういうことも、ね、指摘されました。そしてですね、人生における最も、えー、深刻なる経験は、我、イシス、しかしって、 我が意思に手向かうもの実在するということで、えー、ここはちょっとですね、えー、解釈は特に、ね、しませんけれども、今後の課題と、えー、不幸の原因は、主、ま、従、あ、関係ですよね、じたるべき生活条件になずんで、えー、調べたんですけども、えー、終身と、まあえー、いう意味がありますね。 なずんで、これをして生活の主たる関心たらしめ。主たるべき人生の思考時を重たらしめていること。要するに、近く点灯をね、えー、考え直さなければならない。えー、人生のためのこうう健康であって、健康のための人生ではない。良き健康と、清潤な家庭と、悔いなき職場、まあ、この三つですよね。 併せ持つことは大いなるる。幸福である、えー、なかなかですね、健康とかですね、えー、まともな家庭とかですね、まあ、あるいは仕事も、えー、なかなか、えー、3つをですね、3本立てっていうのは、ね、大変かなと思いますね。特に健康をね、えー、損なってしまうとですね、えー、家庭生活、あるいは職場、こういったものもですね、なかなか難しいところがありますよね。 ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。